ーし、うわーマジかー、どうなってるんすかね。あ、違うわ。ありえるね、それは。僕たち。魚ちゃん、これ。お、来たんじゃん、なんか。よっしゃ。よっしゃ、かけた。おお、バレるね、ほ。なんかわからんけど。これですよ。投げて動かしてるだけでなんかが来る時がある。やった。うわー、バレんといてよ。重たいけどな、これ。え、重たっ。何これ。うわー、見えた。うわうわうわ、なんだ。おお、うわ、やばい、これはやばい。うわ、入るか。頭来い。よっしゃ、入った。うわ、すごい。まさかの、ナイスナイス、まさかのです。うわ、でかい。うわ、やばい。うわうわー、マジかー。でーかー。うわーうわー、そら重たいっすよねー。ちょっとこれはいや、こういうことがね、めったに起きませんよ、そんな。起きないですけど、起きたじゃないですか。別に狙ってるわけじゃないですけどね。違う釣りを楽しもうということで、なんとなく沖に小さめのメタルジグを投げて、ポトポト叩きながらコツコツしてたら出会うんですね。だから深瀬釣りだけでは絶対に出会えない魚なんで、これは僕のセンスとかじゃないんでね、みんながチャンスがありますから、投げさえすればね。わあ、でもできすぎですよ、これは。ちょっとね、やばい、楽しい、これはちょっとめっちゃ重たい。ちょっと待ってくれ、ちょっと待ってくれ。ほら、おーだ、あっ、どうだ。ねえ、やっぱいろんなね、チャレンジをしてたらたまに起きますよ、ミラクルが。たまにどころじゃないか。本当にミラクルですけどね。でも投げたから出会えた魚ですよ、それはもう間違いないですね。すごい、海すごい。夢がいっぱいですよ。